どうもばあちゃん、こんにちは。え、何度見ですか。何年。今日はですね、はい、大津町に来ております。大津ね、はい、おお、なんか見たことある景色と思ったら大津だよ、はい、今日何で、今日は大津町をぶらり散歩したいと思います。ぶらり散歩、うん、ロケ番組とかでよくあるじゃないですか。ああ、なんかぶらーり散歩する。そうそうそう。ああ、横じゃなかですか。うん。わかりました。楽しみね。お願いします。はい、行ってきまーす。はーい。バッテンチャンネル。いやー、大津町ということで、お仕事で来させていただいておるとですね、今日はこうやってやっぱ大津の方はね、ぶらり散歩できるというところで楽しみでございました。あ、天気よかね。いやー、大津町ぶらり散歩よかですね。わーちゃん、わーちゃん、すいません。あ、あのそろそろ誰かに話しかけたりお店寄ったりとかしないんです。誰かに話しかけるとあんた、はい、見てよ、だから歩きよんね。いや、歩きちゃおらんですけど。大体そういうもんでしょうが。はい。で、第一村人でね、あわってんが。あった人に声かけるとでしょ。まあまあまあ。歩き寄ればするんですよ。どっかお店紹介とかしましょうよ。お店紹介。はい。あ、はい。こちらが、金馬車でございますね。こちらに金馬車がございましてね。奥にあるのがエンペラーでございます。もうだいぶ歩きましたけど、そろそろ誰かと交流を。まだ言うね、あんた。いや、見てごらんで、どこ。いやいや、ですけど。ほら、ほらけど。どう、誰かと交流って無茶ぶりが。いや、どう。大体のあんた、その誰かと交流とかもしたいならね、うん、こんなあんた、国道も歩くのがおかしいだろう。国道で誰との街の人と喋る、どうやって喋っとるんだ。ぶらり散歩って言わんかった？言いましたよ。散歩すりゃよかったとか、お店とか紹介していただけたら。私が本日今日来ておりますのはですね、はい、ドン、はい、大津町のセブンイレブンでございます。いやいやいや、どこでもあります。全国的にあります。お世話になってるセブンイレブン。あ、なんかいろいろいきさつとか教えた方がよかった。まだリニューアルしてまだね、1週間ぐらいしか経ったなんて。前まではね、うん、違ったという違う建物だ。セブンイレブンだったけど、この黒い新しいコンクリート。見て、これ新しいコンクリートよ。ね、どんだけ金かかったんか。いや、今日はな、はい、化粧が薄めだけどな。見てほしくない畳町とで、せっかくだけど食べるね。はい、うん、あ、回ってる担々麺屋さんの担々麺よっかね。うまか。おー、なんだろうね、はい、濃厚。うん、濃厚、濃厚でクリーミーでね、うん、好きな感じでね、これ辛みがまたね、いい感じの辛みでございます。なるほど。最高でございます。ぜひね、これ日替わりだけどね、はい、たまーに今度ね、ちゃんとフォローしてから食べるといかんのでね、はい、ぜひ来てくださいませ。バッテンチャンネル。
はい、ということでですね、本日はこの大津町でね、ぶらり散歩をやりました。ばーい、どげんだったでしょうか。ねえ、おばあちゃんとの散歩気分味わえたんじゃないかなと思います。次はあなたの町でぶらり散歩。